あ、クリアされたよね。カッパワロタ。じゃあ次。多分休養は大事とかそういう意味かな。借り物思想の部屋。あ、みんなツイートした？いちかの配信ツイートした？いちかの配信の多分ツイートに、あの、このゲームがダウンロードできるページに飛ぶ URL が貼ってあるので、よかったら見てみてください。じゃあ借り物思想の部屋ここは借り物思想の部屋。あー、借り物ってそういう。この人私と同じ、あ、はい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 、あのテレビのワイドニュース見て、やっぱみんなそう思ってんだなーっていうあれか。いいコメンテーターだね。テレビと一緒ってことは私の考え方は正しいの？あ、これ頭がオウムになってるのはそういうことか。オウム返しという、自分で考えなくなるみたいな、そういう意味かな。いや、テレビと一緒だから正しいってわけではないと思う。自分を正当化しているんだよね、これ多分。君が正しい、なんだろう。ただ、前で言ってる人と同じ意見になるのが安心する気持ちはわかる。ただ、それが事実かどうかっていうのは、違うと思う。テレビのルール、へそくりだ。やったぜ。もらえますか？はい。へそくりを手に入れた。やった。怒る？え、話してくんなくなっちゃった。また何かしたか？いいえ？ほんとかな？ほんとだよ。なんで信じてくんないの？いつか何もしない。テレビに夢中だ。これでもう終わりかな？あ、へそくり。これでよかったのかな？ちょっと見てみよう。いいえかノーだったから。あ、そうだ、これで終わりだ。多分、流せてたら大事なものなくなるぞみたいな、そういう意味でいいのかな。じゃあ次の部屋に行ってみましょう。生きるしか。これ、ちょっとね、行きたくない。これちょっと行きたくない。いや、まあ、生きるしかばね1。あ、2もあるじゃん。生きる屍1いきます。あー、社畜たち。あ、戻っちゃった、ごめん、間違えた。やめろよ。誰かの落とし物、落とし物。何すればいいんだろう、ここで。私はこれ拾…え？あ、ごめんなさい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 。そら怒るよね、ごめんなさい。何か落ちてる、拾いますか？名刺、名刺…ねえ、聞いて。ごめんなさい、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。え、これで終わり？待って、でも返事してくれるようになったよ。え、終わり？あ、名刺コレクトされた。あ、クリアだったらしい。ごめんなさい、たたえてごめんなさい。あ、だから屍じゃなくなったってことか。周りと違うというか、感情を持ったからみたいな。怖い、びっくりした。他人ここも、あー、名刺過去肩書きを捨てて、なるほどね。だからか。あ、それが一番納得したわ。他人事の部屋に行きましょう。私とみんなの話だよ、他人事ってことは。ゲームしてるね。画面から目を離せないようだ。 VR チックじゃね？うるさいな、邪魔。ごめんなさい。え、これゲームだよ。なんだよ、ほっといてくれよ。すんません。ゲームにのめり込んでいるようだ。
FPS かな、モンスターを倒すゲームのようだ。吐いただけ。確かに首にしてるかも。これ抜けばいいの？でもいつかゲームやってる時にコンセント抜かれたらもうガチ切りする。まあ、いっか。ゲームの電源が落ちた。お前何してんの？あ、なんだよこれ。ゲームのキャラ。俺はこんなことしてない。画面の中の出来事だったはずだろ。ゲームだったはずなのに。不思議な生き物が倒れている。あ、これなんかキラキラしてる。青い液体の中に何かがある。ゲーム。お前やめろよ、そういうこと言うの。お前やめろよ。バーチャルは現実から切り離せないっていう現実をバーチャル YouTuber の配信で言うなよ、お前。お前。はあ、俺は何もしてない。君は何もしてないけどね。これでクリアかな。ゲームのソフト、現実を手に入れました。現実とか捨てたいけど、いくらね、インターネットが発達して、VR 技術が発達しても、インターネットと現実、違う、現実からはね、完全に逃げ切れないので、困ったもんだ。じゃあ次に行こうか。油断大敵の部屋。これ、なんかこう、3月中のいつかって感じ。3月中のいつかって感じですね。油断大敵の部屋行ってみましょうか。ラリーラリーさん、おはようさん、ありがとう。キャット A というゲームを実況してます。ここは油断大敵の部屋。油断大敵。意地悪なリンゴを手に入れた。あ、似た似たしよ、なん、てめえ、おい、こら、何笑ったんじゃ、てめえ、ほら、ボケ、おい、おい、お前、お前。部屋に入った途端に、壁を突き破って蛇が来て、天使ちゃんが食べられて、リンゴが見てた。え、もう一回入ったら、もう一回見れんのかな？もう一回入ってみよっか。クリアはしたと思うけど。はい。こうなりまーす。で、このリンゴをアイテムとして手に入れました。じゃあ、本当に油断大敵でしたね。うん。じゃあ次。自己嫌悪の部屋。うん、ここも正直入りたくない。いや、自己嫌悪の部屋が一番入りたくないかもしれない。でも、進めるためには見るしかないから。見ましょうか。自己嫌悪の部屋。ここは自己嫌悪の部屋。やめてくれよ！そういうの苦手なんだよ！鏡を見るということは自分に向き合うということ。自分と向き合いたくないです、私。ごめんね。あ、かわいい。嫌な顔した自分が映ってる。いや、でも鏡を割ったら怪我しちゃうし。でも割らなくても嫌な自分がずっと見えてて、嫌な顔は見えにくくなった。鏡割れている。鏡の破片の中に何かある。これでクリアだね。
自分を嫌悪してなければきっと今の鏡も割る必要もなかったんだろうな。でもドロップアイテムがお札っていうのはちょっとわかんないな。次行ってみましょう。根付いたものの部屋、なかなかあのあれだね、なかなかこう取れないもんだね。なんで割ったらクリアなんだろう。自己嫌悪の部屋だったからそこに立ち向かう必要はなかったんじゃないかな。思えばこれ通りになったことばっかりだった気がする。マラソンさんこんにちは、いらっしゃい。キャット A というゲームを実況してます。じゃあ次、根付いたものの部屋。根付いたものの部屋に入ってみましょう。えい、根付いたもの、ごめん、ついごめん、つい怖くて戻っちゃった。ごめん。ね、みんなにとっての根付いたものってなんだろう。まあ生活することはみんなに根付いてると思うけど、多分そういうことじゃなくて他のことだよね。はぁ、べくん来てくれてありがとう。あ、お仕事か。お仕事も確かに大事なことだよね。みんなお仕事してるな。こういうところでは悪い癖だと、悪い癖に関しての話な気がする。あー、シュウヤさん来てくれてありがとう。そしてカウントもいつもいつもありがとうございます。キャット A というゲームを実況してます。じゃあ怖かったけど行こうか。ああ。私はここで何をすればいい？ああ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。いや、だから、ダメなんだって、いつかにホラーゲーやらせちゃう。いや、このゲームホラーゲーじゃないんですけど、こうなるの。こうなるの。進めなくなるの。これはホラーゲーじゃない、これはホラーゲーじゃない、これは。泣いてるのかな？不安の木。お前不安なのか？お前不安なのか？不思議な木だ。ゾウロだ。え、ゾウロ手に入れちゃダメだったのかな？あ、え？水あげて。あ、かわいい。え、これで終わりにしよう？これでクリアにしてくれよ。まだ何ももらってないから多分クリアじゃないんだよね。育てたら、育ててもダメなんだな、これ多分。不安の木は切らなきゃいけないよね。え、でも、不安が嬉しそうなら良くないか、ダメか。え、ジョーロもう一回。不安は解消しなきゃいけない？そうだな。不安は解消しなきゃいけないよ。これ以上のものは持てないなんだよね。どうすればいいの？でももうジョーロもない。裏とか？いや、失敗した、もしかして。花が咲いている。うん。クリアにならない。え、待って待って待って。
え、積んだ積んだ。あ、しゅうやさん、おはさんもありがとう。え、待って。え、積んだ？花咲いてる。花咲いてるからいいんじゃないかな。え、ダメ？もう、じょうろを取った時点でダメだったのかな？これ。そんな気がするなぁ。ロード。後回しにしよう。根付いたものは後回しにしよう。破壊か救出かもやだな。北島さんいらっしゃい。お星様ありがとう。キャット A という名前を。左上？左上なんかあったっけ？キャット A というゲームをやってます。左上。50カウントありがとう。なんもない。今このね、根付いたものの部屋に不安の木くんがあって、あとジョウロとあのこれがね、あって、ジョウロ拾ってお水あげたら花が咲いたの。キノコじゃない、木らしいよ。不安の木だけど、ゲームあのクリアにならないから困ってる。でもこっちも拾えないという。気のせい。なんか背景とか関係あるかな。とりあえず後回しにしてみる。いや、ロードし直すのもいいんだけどさ、ちょっといつか不安の木切りたくない。不安な気持ちが嫌なのもわかるけど、不安な気持ちは絶対に必要なので、人として。